お疲れ様です。そっか、塾の久保でございます。今回の気になる男シリーズは、ちょっとね、性格のことについてお話しますよ。性格ですよ。性格ってどういうふうにできて上がるかと言いますと、多くの人の影響、環境、それから経験によってできるというふうに考えると思います。それは私はその通りだと思います。ただし私はね、私自身は、その納得できる考え方には納得しないんですよ。私の、 性格ですけども私の性格は自分で決めていくんでですよね自分でどんな性格になるかを決めてそれを履行するために日々の選択や行動を繰り返していますこれちょっと難しい表現になると思いますけどもそうですね具体例を申し上げますと私は今ね自ら進んで責任を取る、うん、私の表現で言うと責任を回避しない性格なんですよ今。ね。 で、責任を回避しないというのはどういうことかっていうと、責任あるポジションとか責任ある発信をやめてしまうってことじゃなくて、言ってみればね、私は自分の考えのまんまに全ての物事を自分で決めてます。ですんで、決めた時の他者への影響とか、皆さんへのね、反動とか、いろいろあると思いますけども、その責任を回避しませんってことなんですよ。で、こんな私でも以前はですね、責任を回避する考え方でした。 まあ例えばね事業をしていても自分はパーフェクトにやっているもし何かミスが起きたら自分ではなくって部下に任せた自分が悪かったなひいては部下の責任だなっていうふうに考えていたりとかね取引先がなんかおかしなことになってそっちの余波がこっちに来て割りを食っちゃった例えば取引先が倒産とか不当たりを出しましたそのおかげでこっちの方に入金がなかっただから資金繰りが苦しくって給料の遅延が起きたりとかね 他のの業者さんへの支払いが滞ったとかだからねいや俺は頑張ったんだけどもいやこういうことが起きたんだからしょうがないじゃないとかね約束を守れなくてもいや約束守ろうと思ってあの手この手打ったんだけどさ結果的にごめんねって今回ちょっとできないようになったわみたいなねつまりは責任を回避してるんですよこれ全部うん責任を回避しないってどういうことかっていうと事情はどうあれそんなこと一切口にせずに 約束通りに物事を終わらせることとかね。それから例えば詐欺でお金を取られちゃった会社の事業が傾いたでも支払い日にはきっちりと耳を揃えている状態これが責任を回避しないっていう考え方ですでこれをね家族に置き換えて考えていくわけですけどもこの「気になる男」のシリーズの最初の100話までは家族は徹底的に敵なんだとだからひいて言えばこれは動画にしませんでしたけども 優秀な人は一人で生きていった方がいいよっていうね、ことなんですよ。なんでね、優秀な人が自分の生活にブレーキをかけるような家族ってものを持つんだと。全く割に合わない話ですよ。で、いちいち男の仕事、男の決断にね、なんで家族とか、まして子供の了解がいるんだと私は思いますよね。お前ら誰のおかげで生きていけるんだと。お前らどうせ俺に依存してるんだろうと。くだらねえだったら一人でやっていけよっていう話ですよ、最後はね。そこは全く私は変わってないです。 だからといってそれを殿下の法刀を抜くことはないですよね。それを言うと誰も抵抗できないからなんですよ。ただ根底にはその考え方がありますので、基本的に私は家族と話し合いません。どうせくだらない意見しか出てこないんですよ。なぜなら私が圧倒的に家族の中で優秀だからです。それは動かしがたい事実なんですよ。いや、逆の立場でね、私が活動をやめて、じゃあ暮らしのほとんどを誰が見てくれるかって,って誰もできませんからね。だから私はすごくね、心配事があるんですよ。私が 死んだ後、どうなっちゃうんだろうと。つまり私は死後の用意まで今してるわけなんですよ。死後、何の不自由もない住まいがあり、毎月の収入があり、そして楽しい思い出がある。周りの人とのご縁も私がつないでいく。まあ、そういったことをしていくサポートですよね、家族に対して。私はおせっかいなんですよ。塾のサポートなんてね、本当負担どころか楽しいわけですよ。 家族のサポートも面白いんですよ。だからできるというところがあります。何の負担も感じません。ただし、話し合いません。<laughs> 私の決断が結局一番正しいといつも思ってるからなんですよ。で、この確固たる自分のミッションっていうのは非常に大事だと思いますよ。私も心の底から正しいと思ってるわけではありません。自分の考えを疑って疑って、もしかしたら混ずるかもしれない。まずった時のリスクエッジをどう取るかなってことを二重三重にかけてるわけなんですよ。つまりは責任を回避しない。 わけですから何かことが起きて思わしくなかったらどう言っても俺がやっちまったなとじゃあ別のリスクヘッジを持ってこようかなっていうふうなことをしてるわけなんですよねこれが私の性格なんですよだからいつも恐怖はありますけども何の後悔もないですよね、まあ、多分その瞬間家族には分かってもらえないことあるでしょうでも結果が証明するということなんですよそれを繰り返してきて私は今日まで このの家族ってものをやりりくりしてますよねだからねどんな時もねどんな時も私の引く涙に外れはない一時期一瞬間的に落ち込むことがあってもいろんな意味で落ち込むことがあってもね必ずそれを上回るような成果物を持ってきて果実を持ってきていやこれのために一時期苦しかったんだよというふうなね証明をするわけですよ。結局ね 自分の人生生どう生きるか誰も教えてくれませんし誰も自分の代わりに責任を取ってくれないこんな現実があるわけですよ、うん、だからつまり私はね決断の責任を常に取り続けるだから責任どうせ取るんだったら決断を私にさせてもらうよよってことなんですよねだから決断と責任というのは表裏一体ですから自分以外の例えば家族なら家族の意見に話を合わせてその場は済むでしょうでもその結果もしねそれでも思わしくない結果が訪れたら 何が起きるかっていうとやっぱり思った通りにやっていけばよかったとかね人の意見なんて聞くもんじゃねえなってことなんですよ。で私は根底にこういうふうな責任を回避しないっていう考え方がありますからあの常に選択肢がられたに私が決めるわけですよ。人の意見は聞かないですね。いや言いたければ言ってもいいんですけどもそこで納得したふりはするけども結局は私の思う通りにやった方が結局はうまくいく。そしして、私以外の意見を採用したときに、 その意見や考えを述べた人は責任を取らないってことが分かってるわけなんですよ。なんだかんだで、あの時はそう思ったみたいなね、結局はね、こういう考え方の人ばかりなんで、私は、御ょしやすいとも言えるんですよ。うん、そもそもね、この年になって、責任の塊ですよ。いちいち逃げてらんないですよ。まさに逃げも隠れもせずにですよ。 もし家族を路頭に迷わすようなことになれば、うん、私はね自分の身をこの身に変えてでも不自由はさせないというふうに腹をくくってるんで何も怖くないですよねそればかりか小傷古傷かすり傷を恐れて安全策を取った時にその安全策ですら絶対じゃないわけですよそこのリスクに直面した時にもう打つではないですよねだから危ない橋を渡って高いリスクで高いリターンを得続けていれば 万が一の時に蓄積ししたリターンを何とかしてるわけですよまあとても危なっかしい考え方なのように思われるかもしれませんけども、まあ、今はね、まあ、いわゆる高度経済成長という安定が約束されたそんな背景の時代ではなくて不安定を乗りこなす時代ですから私は自ら不安定に日々飛び込んでいってそしてですねその不安定を乗りこなす術をその術をですね 日々鍛錬しているところかなと思います。だからトラブルどんとこいですね。うん。まあ人の人生には困難に遭遇する場面っていうのがあります。で、困難に遭遇した場合、困難を回避することもできますけども、困難を選択するっていうね、第三の考え方もあるんですよ。お、難しそうだな、面白そうだなって考えるか、難しそうだな、嫌だなって考える方。これがまさに性格なんですよね。で、性格っていうのは、 決めた瞬間できるわけじゃなくて決めた方向に向かうことによって傷をつけながらね自分の身を自分の身を危険にさらしながら投与されていくもんじゃないかなと思うんですよそしてその性格はいつも変えることができます明日から無責任な性格でいこうかなと思ったらこれもできますある程度無責任にいこうかなと思ったらそれもできますだから日々自分の性格を 何に決めていくのかそれはまさに自分の人生のゴールをどこに向かっていくのか途中の経過地点をどこに設定していくのかってことを決めれるかのようにですよ人生は最後の一日最後の瞬間まで終わらなきゃなんですよ今日2022年12月31日2022年は終わりますでも人生は明日からも続いちゃうでしょおそらく来年も再来年も3年後も5年後もあるわけですよとなるとね 今日決めたことがずっと続くわけではないんですよ。で今日目の前にあることもずっと続くわけではありません。いいことも悪いことも込みです。変わらないことを望んでも残念ながら変わってしまうんですよで特に家族ってのは他の人生が自分の人生に共有されてるわけですから特に自分の意思を貫き通すのは困難だと言いますけどもそこには絶対にバラパワーバランスがあるわけですよね。 結局は誰が最終的な決断をするキーポイントを握ってるかなんですよ繰り返しますけども、私は自分のキーを人に譲ることはないですね。それは家族であってことです。俺についてくれば間違いないというふうに私自身は確固たる思ってますけども、もしね、いちいち心が揺れるようだったら、家族も不安ですよね。なんかちょっとやや言ったら考え方を変えてひよっちゃうと思ったら、その時は、 いいだろうけども大事な時にオロオロしてどうしようどうしようなってくるのは目に見えてるわけですよね、うん、まあそうじゃないかもしれませんけどもはいということでね今回は私の性格をこうやって暴露するとともにですね性格ってのはなんとなく出来上がってこうじゃないかなっていうふうに考えるのが一般的でしょうけども私はそれを認めながらもそっちには組みせずいや性格は 今日の性格は俺今日決めていくよみたいな感じですよね。<laughs> まさに自らの人生は自分で決めていってる。まあそういうふうにしたいなと強く思ってるわけなんですけどね。はい、それでね、えー、こからはね、ちょっとまた重い話になってね、恐縮ですけども <laughs>、あの、やっぱネットビジネスをやめていく方とか、ネットビジネスからちょっとね、手を抜いていく方ってのは、 やっぱどうしてもいるんですよでもまあ不思議だなと思う考え方はいくつかあるんですけども今やってる仕事がどうしても先が見えなくて不安だからネットビジネスに可能性を見出してくるのになぜかね問題が起きるとネットビジネスを手放してそしてなんかその将来が不安だっていう仕事にまた戻ってしまうんですよ。これじゃあその不安とか不安定は消えないんじゃないかなと思うんですよ。 で、しかも、自分の人生を会社に、こう、預けないといけない。リスクヘッジを任さないといけないんですよね。で、最終的には会社が責任を取るっていう、その精神状態では、自らの鍛錬は、ほぼ無理なんじゃないかなと思いますね。自分一人でやってるからこそ、誰もバックにいないからこそ、より精神を研ぎ澄まして、一瞬一瞬本気になれて、稼ぐことについても、 何かね稼ぐことの邪魔がするものは排除できるそれが家族であっても邪魔できるわけですあの排除できるわけなんですよあの速果塾でねあの今はあんまりありませんけども初期の頃には、まあ、こういったカリキュラムがありましたそれは月収100万取りたかったら3か月間自分の家族もしくは普段付き合っている人にお別れをしてきてくださいとこれから3か月稼ぐために自分の身をビジネスに捧げるんでだから 今までとの関係はちょっとね、止まってくださいと。停止してくださいと。家族にも会わない。彼女にも会わない。その代わり3ヶ月目いっぱいやり込んで、結果を出して月収100万とは言いかないけども、30万でも50万でも自力で稼げるようになったら、ごめんなさいって戻ってくるんで、その時までちょっと待っててくれないかと。それを待てない人はもうね、別に家族でもないし、友人でもない。ましてや彼女でもないわけですよ。そんなね、日々楽しく、うん、関わっていたい。 確かにそうですよ。でもその技量がないわけですから、まずはビジネスを固めてくるからちょっと待ってね。いいわけですよ。そしたらそれを信じて待ってくれますか信じれない人は結局は、うん、まあ信じれない関係なんだろうと思います。ちょっと厳しいですけどね。でも実際にそれをすることによって生まれ変われる人間っていうのはまあ、多いわけなんですよ。ただし、それを待てない人がいるわけですよね。だってね、 まあ、例えば家族の話をすると、家族を支えるために3ヶ月、出張や山籠もりに行くつもりでビジネスを一生懸命やるよって決めてるわけですよ。それに対して、ちょっとあなたみたいな感じのね、なんだそれはと思いますよ、私信じて待てねえのかと。というか、それぐらいのことを男が言えねえのかとは思っちゃいますけども、こういう考え方は今は受けませんよね。でもだからこそ、日本が弱体化したっていうふうにもう見えてしまうんですよ。やっぱり、家族の頭は、 男でであり稼ぎ手だと思います、うん、でそれをもしね男女同権だとかジェンダーだとか言って、えー、否定するようでしたらじゃあ対案を出してほしいなと思いますじゃあ男が働きに行かずに稼がずにうまくいく過程をどうやって作るのか、まあ、そこにはね理想論はあるでしょうけども現実論はないわけですよやっぱねお父さんとしても今私はすごくいい暮らし,してますけどもいつも思いますあこうやって 24時間家族としっかりと関わっていられて恋人時間独身時間っていうのをコントロールしながらね地域にもいい顔をして親兄弟親戚にもあ「すごいね」と一目置かれて資産状況も安定していやこれはねなかなかできないですよ。それこそ同行した自分の人生の家事を自ら持たないとねまさに俺が正しいんだから他者の意見など必要ないぐらいの。 すさまじい決断力がなければなんかね結局はみんなの顔色が伺ってみんなが納得することをやっちゃおうかなとそのみんなっていうのは自力で稼げない人のみんなですよじゃあ自分もそのみんなと同じような自力で稼げない人にどん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 行ってしまうわけですよことビジネスに身を捧げるってことはどっちかっていうとビジネスと結婚するわけなんですよそうなると魂を売り渡すではないですけども一時的には 家族に冷たくなる時期っていやもちろん家族に温かくしながらビジネスがマスターできればいいんですけども私にはできなかったですねですんである意味割り切って、うん、それでもついてきてくれるなら、うん、不自由はさせないという約束ですねこの俺についてくるなら不自由はさせない少なくともな って感じですよねまあまあそういう話ですかね家族会議をするとしたら私は自分の考えを言って終わりですよ。<laughs> それで不満があるならいつでもどうぞ出て行ってくださいというまあ、そんな感じですよね。まあこれここまで言うとねさすがにもうあまりにも横暴だと思いますのでまだこの話はしてませんけど、まあ、とりあえずは、うん、不自由はさせないということだけは。 いつも言ってるかなまあ今回はね私の話になっちゃいましたね、うん。まあまたまとめて一言言いましょう。性格は自分で決めましょうってことですよね。<laughs> なんとなく出来上がるもんじゃなくっていろんな影響を受けてなるもんじゃなくってそんなことに影響を受けるような人生になるなってことですか。<laughs> まさに自分の人生が他者に影響を及ぼすぐらいのねそのイニシアチブを取っていけばうん後悔ない人生を送れるんじゃないかなと。<laughs> まあ私はどちらかというとね こういういな番長的な的考え方でやってますけどね <laughs> 誰もいなくなるならいなくなるでもいいけども結局意思を強く持って責任を回避しない自分の周りに行くものを是が非でも守るような姿勢っていうのはそれはそれで信用されるんじゃないかなと思いますよねはいじゃあすいませんなんかおかしな話にしてしまいましたけども <laughs> ボロボロと12月31日語ってみました まあ、来年もよろしくお願いします。お疲れ様です。